はい、ありがとうございます。時間をかけてあの映画を見てきたんですけども、あの本当に心温まる映画で、見た後のスープはもう一段と美味しく感じますし、家に帰っても作ってみようかなっていう気持ちです。今は母の味ですね、本当に。今日はあの小美玉市で採れた鯉こくです。はい、あと地元の野菜を入れて、またあの石岡のもう霞ヶ浦沿いで作ってる味噌で、仕上げてみました。じゃあもう一人ね、はいはい、これ入れてもらっていいですか。3こう腰があって、あのしっかりしてましたし、やっぱ手打ち、あ、まあ、出来たてだなっていう、まあ、そういう印象ありますけど、結構美味しかったですね。